あ、ちょっとマシになったかな、これ。最初がちょっと急で、少しマシになった感じで。レールの道がまだ、上に続いてますが、私たちはこちらへ。こういう風にね、ちょっと角度が急だけど休むポイントがたまにあるんで、はい、レールとまた合流しました。ここで終わりかな。はい、あ、倒れてるね。こちらから黄色いテープのとこから出てきて、湯の山、はい、通合市っていうのかなの方から来ました。湯の山の方へ向かいます。コンクリートの道があります。山道がちらっと見えたけど入り方がわからんかったね。足跡が2種類あるってことか。はい、肉球もあるんだ。じゃああの子かな、はい、危ない。ここ本当滑る。ゆっくり行こう。あ、標識が見えてる。はい、まだ続きそうな林道があるんですけど、分岐です。湯の山は、こちら曲がって、はい、そこの、はい、指さしてくれた。はい、そちら曲がります。ちょっと滑りそうだけど、はい、こちらに湯の山、はい、矢印があるのでここを入っていくと。入ってきたところにもう一回白いテープがあって、左にポコッとこう山があるんですけど、下の道を行ってみます。こちらで行けるかな。はい、あ、道になってるみたいで、こっちで行ってみましょう。いやー、綺麗だね。はい、はい、施錠注意。はい、はい、失礼します。はい、ここも松茸のようで、期間決まってるみたいです。9月11日から10月末までということです。お邪魔します。はい、2、30メートル、ありました、この、はい、入山禁止が、はい、ちょっとだけ急登ですね。よいしょ。さ
最後のところだね、うん、最後のところが結構狭いところがあるので、ご通行にご注意ください、はい、はい。で、曲がって、まもなく山頂、うわすごい景色、うわ、はい、到着しました。 849.6 849850、どれが合ってるのかな、はい、はい、こちらは 849.6。ちょっと霞んでるけど、うん、雪かぶってる後ろのが2000円で、で、八景ヶ岳、すごいね、うんうんうん、大台ヶ原と時期的に地場入りだけど、仮具合の橋だと宮村ヶ岳、大西岳で三条岳、すごい、思ったより近く見える。ローソンのマシュマロいちごチョコ、いちごが売ってたんですね、はい、はい、これいただきます。おくっついてる、あ、くっついてる、もうくっつく時期、はい、おいしそう。はい、じゃあ帰りましょうか。はーい、はい、じゃあ、帰ります。帰りのあの狭いとこだけ気をつけて帰りましょう。よいしょ、ここを、降りていくと、こっからがどのあたりだっけ、狭いところがあったんで、うんうんうん、気をつけて。このテープがちょっと足元にあるんですけど、こっからが結構狭いので気をつけます、はい。手を出した方が良くない？手を出した方が良くない？いける？はい、私はもう手を出していきますよ、はい。雨上がりね、滑りやすいので結構気をつけた方がいいです、今のところは、はい。じゃあこれなんか右にも行けそうな道が、帰り道あるんですけど、元のところに、戻ります。白いテープの分岐のとこまでね、戻ります。帰ってきました、白いテープのところね、はい。ここから、右に降りていくってことね、帰りね、はい、参ります。帰ります。